ベルファストのスプリングマーティンロードに横たわる高さ18フィートの平和の壁。橋には要塞化された警察署が見える。ベルファストのクーパーウェイに沿って走る平和の壁。プロテスタントが多数を占める側からの写真ボンベイストリートとクーパーウェイの平和の壁。カトリックが多数を占める側からの写真にベルファストにある平和の壁の門平和の壁はイギリス領北。 アイルランドに存在する分離壁の総称。ベルファストを中心に、テリー、ポータダウン、ラーガンといった都市の中間地帯で、アイルランド共和国派、ナショナリストのカトリック地域と、ロイヤリストユニオニストのプロテスタント地域を隔てている。建設された目的は、カトリックの4分の3にあたる97地点は、都市の北部や西部に位置している。この地域は、ベルファストの中でも、 比較的貧しい領域である。ベルファストでの暴力による死亡者のうち67%は、こうした教会施設から550ヤード以内の範囲で死亡している。近年では平和の壁は観光地にもなってきている。ベルファストの平和の壁や事件現場、著名な壁画をブラックタクシーで巡るツアーが開催されている。平和の壁の中で特に有名なのは、 ベリファスト西部にあるフォールズロードとシャンキルロードを隔てる壁、ベリファスト東部にあるショートストランド地域とクルアンプレイスを隔てる壁、ポータダウンにあるコルクレインロードとオルビンズドライブを隔てる壁、デリーのファウンテンエステートとビショップストリートを隔てる壁などである。2008年分離壁を将来的に取り除く時期と方法を模索する公開討論が行われた。 2011年9月1日には、ベルファスト市議会が平和の壁の解体に向けた戦略を、ネル案を可決した。しかし2012年に発表された研究によると、住民の69%は、潜在的な暴力を防ぐためにもやはり必要であると、考えている。2012年1月、アイルランド国際基金は、平和の壁の解体に取り組もうとする地元共同体を、 支援するべく、平和の壁基金プログラムを立ち上げた。2013年5月、北アイルランド執行部は2023年までに、両側の合意により平和の壁を全撤去すると約束した。2017年、ベルファストインターフェースプロジェクトは、インターフェースバリアーズ、ピースラインズディフェンジブアーキテクチャを発表し、ベルファストに97の分離壁、関門。 分離体が存在しているとした。この平和の壁の建設の歴史は、ピースウォールアーカイブでも確認できる。2017年9月、北アイルランド司法省は、インターフェースプログラムを発表し、2023年までに分離壁をなくすという北アイルランド執行部の計画を実行に移し、両陣営の共同体が共同で戦略を立てるとした。二千十九年九月、ベルハスト各地で、 平和の壁建設50周年の記念イベントが開かれた。その中には平和の壁の過去と未来の可能性を議論する国際会議もあった。ウォールズ・アレグローイング・インサイズ・アンド・ナンバー。USA Today 2010年2月6日閲覧。ありがとうございます。